お頭、クオン様にあんなこと言っちゃって本当に大丈夫なんですか？はあ、お頭のことですからきっと何か策があるんですね。さすがお頭です。え、じゃあ、もしかして行き当たりばったりで受けてしまわれたんですか？あ、私の助けですか？スノマタの地理に詳しい知り合いですか？一人いますね。幼なじみなんですけど、ハチスカ・コロク・マサカツ、通称はコロコって言います。今はどこにも使えず、ノブシを率いてオワリとミノの小競り合いに横入りして陣稼ぎをしている子です。え、コロちゃんにですか？それは、はい、支払うお金次第だと思いますけど。え、織田の兵は使わないんですか？好きですか？数の草を使ってるって聞いてます。あ、言われてみればそうですよね。目的を調べた上で本国に知らせが行って、きっと向こうも戦の準備を始めると思います。なるほど、だから正規の兵を使わないんですね。うーん、おかしら、すごいです。私そんな風に考えたことありませんでした。あれ、でもおかしら、どうして私とコロちゃんが知り合いだっていうのを知ってたんです？こんなものかな。はあ、最近稼ぎが悪いから巻物残り少ないな。なんとかしないとなんだけど、戦もないし、やっぱりどこかに仕官しないとまずいかな。でも堅苦しいのは嫌だし、こんな私がのびのび使えることのできる大将ってどこかにいないかな。私はどう？風邪とかひいてない？大丈夫大丈夫、健康そのものなんだけどね。元気ないね、どうしたの？最近稼ぎが少なくて、織田も斎藤ももっと派手に戦してくれればいいのに。で、ヒヨは今何してるの？今はキオスの織田和佐之助様にお仕えしてるの。昔言ってた夢、
武士になって功を立ててお母たちを養うって夢が少しだけ実現できたんだよ。そうなの？すごいじゃん。で、そちらの方は同僚さん？違うよ。あのね、こちらは私のお頭で織田上総介様の旦那様なんだよ。しかし、お頭はね、すっごく優しい方なんだよ。優しいというか、変わってる人にしか思えないんだけど。そんなことないよ。すごくすごくお優しくて、それでね、すっごく尊い人なんだよ。尊い？あ、もしかして天狗狭間に現れた？うん。だってなんだか嬉しいじゃないですか。お頭のこと知ってる人がいるって。天狗狭間で織田に勝利をもたらすため、天が織田に送ったと言われる天狗狭間の天神、ご無礼いたしました。私、この辺りを仕切っている八須賀小六小六正勝と申します。天より降り立ち、一切衆生を救いたも、阿弥陀様の化身と言われる御身のご尊顔を拝し奉ること、非戦の身でありながら光栄至極。あのね、コロちゃん、ケンスケ様はすごい人なんだけど、身分とか気にしないお優しい人なんだよ。だからコロちゃん、ケンスケ様のお優しさをありがたく頂戴しないと、それこそ逆に失礼になっちゃうよ。そういうものなの？私ごときに頭などお下げにならないでください。やっぱり変な方ですね。変じゃないよ、お優しい方なんだよ。はいはい、じゃあそういうことにしとくわ。それでヒヨ、今日は一体？手伝うですか？なるほど、ノブシをまとめている私の力が必要、そういうことですね。お待ちよ、ここで立ち話をするような案件ではありません。あばら屋ではございますが、どうぞ中へ。清須織田の殿様が須磨田の地に城を築こうとしているという噂はかねてより耳にしておりました。それに先日、家老である佐久間様の部隊が築城に失敗して敗走を余儀なくされたとの情報も得ています。うわ、
さすがノブ氏の棟梁だね、コロちゃん。これが私の稼ぎの源だしね。それで、それでケンスケ様、私たちノブ氏の力が必要とのことですが、ミノシュと戦をするのですか？はい。長良川ですね。なるほど、お頭すごいです。こんな築城の仕方初めて見るけど、これだったらなんとかなるかも。準備と報酬、その両方で結構な銭が必要になりますが、そのあたりは？わかりました。でも仕事の危険度から考えれば、ある程度値が張ってしまうのは仕方ありません。そこはご理解ください。では私はすぐに仲間たちに渡りをつけます。資材の準備はそちらに頼むとして、人を集めるのに7日ほどいただければ。資材の準備も同じぐらいの日数があれば大丈夫ですね。じゃあ7日後に決行ですか？というのもなんですけど、切れ者ですね、ケンスケ様は。そんなことないです。お頭はすごいんです、すごいんですたら。ふすお任せを。被災ながら全力を尽くしましょう。